N は自然数とすると、で N と N プラス2と N プラス4が全て素数であるのは N イコール3の場合だけやでということを示しましょうってことね。とりあえずまあまあ N と N プラス2と N プラス4をちょっと調べてみましょうか。 N プラス4、どないなんねんいう話だけども、まず N が2の時、まあ、だ素数やからな、全て素数にならなあかんわけやから、まあ、まず N でさ1とかなんか4とかいうのを選ぶのはアウトやな。素数じゃないもん。素数をまず選んであげましょう。だから N が2の場合、3の場合、5の場合、7の場合、で9は素数ちゃうもんな、次11か、で13、15違う、17いける、19いける、21は3の倍数や、23で、27とかですか、27ちゃうわ、23、25ちゃうやろ、27も、3の倍数やろ、29か、次。まあこんな感じか。まあずっと永遠にバーで続くんやけども、とりあえず一旦ね、どんな風になったのかちょっと調べなあかんし。で、次 N プラス2は言ったらこれに2足してったわけやろ。ってことなんで、4、5、7、9、13、15、19、21、25、31ってなってってますよやな。で、N プラス4はそこにさらに2足せばいいわけやから、よいしょ。6、7、9、11、15。ね、17、21、23、27、33ですか？ってなってますよと。で、すべて素数であるものを選ばなあかんわけやから、素数じゃないのを見てみましょうか。まず、4素数じゃないですね。6も違う。3、5、7は全部素数。5、7、9の9は素数じゃない。これ素数じゃない。素数じゃない。違う。違う。これ、3、7、21やもんな。ってことはこれも違う。これ5、5、25や。これ3、9、27や。これ3×11 か。っていう感じかな。こんな感じになってますよと。だから今のところ、あれよな。ここのみ。ぽいよね、確かに。今のところまだ出てない。まあでもこの先分からんからな、どうなってるか。この先がどうなるか分からんけど、とりあえずこの357、つまり N が3の時だけ、今のところは素数、すべてが素数なのはこの時だけやな。じゃあ他のところ、じゃあ永遠にずーっとこの先もあるけども、対応するんかという話よ。対応するんかっていうか、全部じゃあそうなのかってことよね。ってなった時に、全員さ、なんか3の倍数いますよね、ここね。6は3の倍数やろ、9も3の倍数、3の倍数、これ3の倍数、15も3の倍数、3の倍数、3の倍数、こっちはな、ここ25やけど、こっちは3の倍数やろ、でこれ3の倍数やろ。だから必ず誰かは3の倍数を持ってるんじゃんっていう感じな。じゃあ3の倍数で表してみるか。 N っていうのを3の倍数で表すと 3K3 で割ったら1余る数字、つまり 3K プラス1で、3で割ったら2余る数字、つまり 3K プラス2。世の中の数字は全てこれで表せるわけよ。で N っていうのはまずまず素数になっとかなあかんわけやから、 3K はまずいよな。これだってまずまず3の倍数っていう意味になっちゃってるもん。だからこれはなしでいきましょう。N が3で割ったら1余る数字、もしくは3で割ったら2余る数字っていうふうに表したとしましょうか。例えばこの5やったら3で割ったら2余る数字やし、これは3で割ったら1余る数字、これ3で割ったら2余る数字、3で割ったら1余る数字、3で割ったら2余る数字みたいな感じで、ここにある素数はすべてこれで表せるわけよ。ね。これかこれかのどっちかで絶対表せますよということになってます。あ、まあまあ、こいつはちょっとちゃうこともないか。ね、3の倍数なのは唯一こいつだけやから。それ以外ね、5よりも上の方は絶対にこのどっちかで表せますよという話や。で、その時の N プラス2とか N プラス4ってどないなってるかっていうと、この時は
2倍、じゃあ2足すねんから 3K プラス3やな。こっち側の方は、3K プラス4やな。ってなってますよと。N プラス4はと言いますと、3K プラス5。もしくは 3K プラス6ってなってるわ。ほんなら、ちょっと待ってよ。ちゃんと分けたやった方がいいか。N が 3K プラス1。一回言うときますか。N が 3K の時は、N が3の倍数となり、いや、横に書こう。N が 3K の時は、N が3の倍数となり、素数ではないと。素数ではなくなる。素数ではないでいいか。ではないと。じゃあ N イコール 3K プラス1の時は、N プラス1イコール 3K プラス 3K プラス 2か。ちょっと待って、1ちゃうわ、ごめん間違えた。 N プラス1じゃなくて N プラス2やな。 N プラス2は 3K プラス3となり、イコール3括弧 K プラス1やとなり、N プラス2が3の倍数となるので、これも素数ではないと。素数ではないね。で、じゃあ N が 3K プラス2の時は、N プラス4が、3K プラス6、つまり三括弧 K プラス2となり、N プラス4が3の倍数となるので、素数ではないということで、ほなら N が 3K の時はそもそもこいつが素数じゃないよと。N が 3K プラス1の時は、N プラス2が素数ではないと。これね。はい。で、最後 N が3K プラス2の時は、N プラス4が3の倍数で素数じゃなくなってしまうと。いうことは、ほな、絶対にどれかは3の倍数になってしまうよということが分かったわ。N が5以上の、場合は、N、N プラス2、N プラス4の、いずれかが、3の倍数となってしまう。また N イコール2の場合は、N プラス2も N プラス4も N プラス2も N プラス4も何ですか、まあ2の倍数もしくは3の倍数だから素数ではないと。素数ではないので、 N イコール3の場合のみ
成り立つと。成り立つやな。っていうことやろ。はい。そんな感じでよろしいんじゃないでしょうか。どうでしょうか。よいしょ。照明ちょっとめんどくさいよね。いちいちこうやって片言葉書かなあかんからな。まあなんせだから、今回はずらずらっとこう例を出してみましたと。例というか、試しに規則性ないかなーっつって出してみました。そうすると、中に全部こう3の倍数が必ず含まれてるような感じになってますんで、ほな、じゃあ3の倍数使って表してみようかなと。ね、すべての数字を3の倍数使って表してみました。そうすると、どれかは n、もしくは n プラス2、もしくは n プラス4のどれかは絶対に3の倍数になるよっていうことが、こうやって証明できたよと。だから、何ですか？こっから後ろですね、 n がこう5、7、11、13で5よりも大きい数字の時はもう絶対にどれか3の倍数やると。あと残すところここの n が2の時3の時の2つやけど、2の時は実際調べてみると4、6ってなってもって素数じゃなくなってまうよと。ってことは n が3の時しか全て素数であるのはその時しかないよということが証明できたよ、いう話は。はい、ということでございました。終わりかな。はい、お疲れ様でした。